こんばんは、速稼塾の久保です。FX の追加の相場予測ですね。追加講義って言いそうになりましたね。講義するほど、まだまだ私はね、自分の腕をそこまで過信しておりません。さあですね、21時47分の、これがドル円の4時間足ですけども、N を1回書いたというところは、この前お話ししましたよね。N をこういう風に作って、上に上がっていきましたよってことね。で、その後もう一個 N が来るんじゃないかなってことを今朝申し上げました。こういう形ですね。来れば理想ですね。で、それがなんで言えるかってことなんですけど、まず一つ、ここがね、サポート転じてレジスタンス。いや、レジスタンス転じてサポートなりですね。ここを当たって、で、押し目を作って、ぐんと突き抜けて、ここを突き破ってくれました。はい、それでですね、またですね、ここ、押し目を作って上昇するんではないかなってことですけど、この押し目がね、ここまで来ることは、覚悟していたんですよ。どこまでかと言いますと、ここまでね、ここまで来ることは覚悟していたんですけども、ここまでおそらく来ずにですね、もうこのまま押し目を作って上げていくんではないかな、というふうな気もしました。まあ、過信は禁物ですけどね。それでは1時間の方を見てみましょう。4時間から1時間ですよね。先ほど見たのは、4時間です。今1時間を見てます。1時間なんですけども、これはね、N をどういうふうに見るかってことなんですけども、ここを、またやっちゃった。下がって、で、ここを破って上昇してくれたんですよね。その後のことなんですけども、これはね、ちょっと1時間をさらに拡大してみますね。こういうふうに見てください。まずは、こちらの方が、押し目を作って、ここを突き破って、ドカーンと突き上げてくれたとこですね。その後、小康状態で、だいたい横になって、また1個上がってくれたんですけども、ここで N を書くかどうかってことなんですよ。で、私が思うに、ここにゾーンができていて、上から来たこの波動がですね、ここでヒゲを作って、阻まれて、さらに陰線陽線は、ここで、どんどんと阻まれていますよね。ということは、おそらくここ、突き破る形で上昇していくんではないかなってことで、2つ目のね、N が完成間近なんではないかなと思っております。まあ、ですので、エントリーの方法としては、この辺り、もしくはですね、この辺りに、ロスカットラインを引いて、この辺りにね、ロスカットラインを引いて、これは資金のように、量によります、皆さんの。ロットの数とかにもよりますけどね。ここに、ロスカットラインをこの辺りに引いて、このゾーンの付近に。で、買いで入ればいいんではないかなと思うんですよね。そうするとリスクリワードはしっかり取れると思いますんで、あとはね、いつ買いのタイミングに入るかってことです。私が買いのタイミングに入りたいのは、今度ね、この辺りを突き破って上に行った時、もしくは、下がり目がこの辺まで、このゾーンの真ん中よりちょっと下に来た時に、買いでエントリーが結構いいところかなと思いますね。まあ私の場合はどっちかっていうと欲深いんでこっちの方で取りに行きたいと思いますけども、まだね、自信のない方とか、それからロットを低くしていくしかない方っていうのは、おそらくね、ここで行った方がいいと思いますよ。ここでエントリーという形にした方がいいです。もしくは、もっともっと慎重に行きたい方は、ここを超えた時、ここをね、ここを超えた時に、買いでエントリーして、できるだけ伸ばすみたいな形ですよね。そういう風にした方がいいと思いますね。それでは、今晩は以上でございます。